階段がないよ。ここの人間はどうやって51階から上を行き来。さあ。おい、何か来るぞ。え？お待たせしました。何階をご利用でしょうか。何階をって、じゃあ君が僕らを上の階まで連れて行ってくれるの？さようでございます。お望みの階をお申し付けくださいませ。って言われても。俺たちカセドラルに侵入したお尋ね者なんだけど、そんなのにエレベ、あ、じゃない、円盤に乗っけて問題はないの？私の仕事はこの昇降板を動かすことだけでございます。それ以外のいかなる命令も受けておりません。そうか、じゃあありがたく乗せてもらうよ。おい、大丈夫なのか？だってこれ以外に上に行く方法はなさそうだぜ。そりゃそうかもしれないけど。じゃあ行ける一番上の階まで行ってくれ。かしこまりました。それでは80階雲上庭園まで参ります。お体を手すりの外に出しませんようお願いいたします。システムコール、ジェネレートエアリアルエレメント。バーストエレメント。なるほどな、そういう仕組みなのか。君はいつからこの仕事をしてるの？この天職をいただいてから今年で107年になります。107年って、その間ずっとではありません。お昼に食事休憩。そういうことじゃなく、君の名前は昇降係。あのさ。そうですか。もし教会がなくなって、解放ゆえに新たな天職とおっしゃられても、あの空をこの昇降板で。お待たせいたしました。80階雲上庭園でございます。ありがとう。僕の天職も終わりが見えないことにかけては世界で一番だと思ってたけど、年を取って斧が触れなくなったら引退できるだけ恵まれてたよね、あの子の天職に比べれば。天命の自然現象を術式で凍結しても魂の老化を防げないってカーディナルは言ってたよ。記憶が少しずつ侵されていって最後には崩壊してしまうって。氷協会のしてることは間違ってる。だから俺たちはアドミニストレーターを倒すためにここまで来た。でもそれで終わりじゃないんだ、ユージオ。本当の難題はその先に。アドミニストレーターを倒せばあとはカーディナルさんに任せればいいんじゃないの？
キリト？いや、この先はアリスを取り戻してから話すよ。今は余計なこと考えてる場合じゃないもんな。それはそうだけど。少しだけ待ってください。せっかくのいい天気だから、この子にたっぷり日を浴びさせてあげたいのです。お前は戦うな、ユージオ。カーディナルの探検を確実にアリスに刺すことだけ考えるんだ。彼女の攻撃は俺が体を張ってでも止めてみせる。でもアリスの初撃をかわさずに受けてそのまま拘束するから、すかさず探検を使え。いいな。とうとうこんなところまで登ってきてしまったのですね。お前たちが万が一地下牢から逃れることがあっても、バラ園に待機させたエルドリエ一人で十分に対処できると私は判断しました。しかしお前たちは彼を打ち破り、アマツさえ人気を携えたリュソルバート殿を、そしてファナティオ殿までも切り伏せて、この雲上庭園の土を踏んだ。一体何がお前たちにそのような力を与えているのです？一体なぜ人界の平穏を揺るがす巨に及ぶのです？お前たちが聖豪騎士を一人傷つけるたびに、闇の勢力に対する備えが大きく損なわれていることがどうして理解できないのですか？やはり剣で聞くしかないようですね。いいでしょう、それがお前たちの望みならば。しまった、やばいぞ。あの剣まさかもう完全支配状態なのか？私を愚弄しているのですか？抜刀もせずに走り寄るのと。今の攻撃は警告の意味を含めて加減しました。持てる力を出し尽くしなさい。これまでお前たちが誉れある聖豪騎士殿に対し敬意なき振る舞いに及んでしまって、中堅士キリト、改めて騎士アリ。いいでしょう、お前たちの邪心がいかほどのものか、その剣筋で試すことと。いざ尋常に参る。
エンハンスアーガメント。アリス、すまない。お前たち、剣技の勝負を望んでいたのではないのですか。なかなかの座興でした。たかが氷で私の花を止められるはずもありません。お前とは次に戦ってあげますから、そこでおとなしく待っています。エンハンスアーナメント。そろそろきついな。少しでも気を抜けば、剣からカセドラルの外壁に剣が刺さった。もういい。その手を離…お前のような滞在人に命を救われ、生き恥をさらすつもり。あんたも聖豪騎士様ならここで自暴自棄になっても何も解決しないことぐらい悟れよバカ。私を愚弄しましたね。撤回しなさい罪人。うるさい。バカだからバカって言ってんだ、このバカバカ。いいか、ここであんた一人が落ちて死ねば、塔の中に残った友人は、あんたはそれを阻止するのが役目なら、今は何を置いても生き延びるのが最優先。お前の言うことは理屈が通っています。俺と友人は氷教会を壊滅させたくて、だから聖豪騎士の中でも最強の一人と言われるあんたをここで死なせ。ならばお前は何故人に向けてその剣を振る。氷教会と禁忌目録が間違っているからだ。禁忌目録で禁じられていないからといって、ロニエや上級貴族にいいようにもてあそばれるなんてことがどうなんだ。答えよ聖豪騎士。法は法、罪は罪。それを民が死によって判断するなどということが許されれば、その法を作った最高司祭アドミニストレーターが正しいか否か、それを明らかにしたくて俺とユージはここまで登ってきたんだ。アドミニストレーターを倒してその誤りを証明するために。そして今あんたを死なせるわけにはいかないんだ。壁が壊れ、カセドラルの外に放り出された俺たちは、アリスはカセドラル95階、四方の壁が柱だけのストーシーになっている。俺たちはお互いを命綱でつなぎ、ゴースを生成して作った歯だが、途中に見つけたテラスの上にはガーゴイルのよう細い足場の上での戦闘は無謀と判断した俺は、そして今はわずかな休憩中だ。どうにか片付きましたね。ああ、足場が狭くて動きにくいことこの上なかったけどな。あの細い足場よりはマシです。この後もあれを使って登ることになるんだぜ。分かっています。まったく、お前と来たら無謀にも程があります。私を上に放り投げるなど、
心臓が止まるかと思いました。あの時はそれ以外手段がなかったんだよ。しょうがないだろ。でもつくづく意外だったな。何がです？なんや、アリスみたいな最強の騎士様が細い足場を怖がったりするとは思わなかったからさ。恥をさらしてしまったのは事実ですが、それ以上言うと休戦協定を解除してお前をここで切りますよ。ごめんごめん。それよりも、なんだ？ミニオンの返り血を浴びたでしょう。奴らの血は病を呼びます。これできちんと落としておきなさい。そのハンカチ、あ、じゃなくて布を貸してくれるのか？大方手巾など持っていないのでしょう。ただし洗って返してください。ありがとう、アリス。そういえば、あのガーゴ、いや、石像の怪物はミニオンっていうのか？さっきもそう呼んでたけど。はい。ですがなぜ、あれらがここにいるのかはわかりません。ここにいる理由がわからないって？あれらはダークテリトリーの暗黒術師が作り出し、使役する邪悪な魔物で、私たちはミニオンと呼んでいます。ミニオン、英語の意味としては手先とか従属者になるな。いや、それより、そうだ、なんでダークテリトリーの魔物がセントラルカセドラルの外壁に並んでいるんだ？それは私が知りたい。本来ならば決してあってはならぬことです。ミニオンが聖豪騎士の監視をかいくぐって果ての山脈を越え、こんな高いところに侵入してきたなど到底考えられない。ましてや教会内部で高い権力を持つ何者かによって意図的に配置されていたなんてことは絶対にありえない。もう一つ教えてくれ。あのミニオンたちに知性はあるのか？人の言葉を喋ったりするのか？それこそありえません。ミニオンは闇の国に暮らすゴブリンやオークと違って生き物ではない。闇の神ベクターを奉じる術師どもが土くれから作り出す魂なき使い魔、主の簡単な命令に従うだけです。そうか。なぜ安堵したような顔を？いや、何でもないよ。やはり人と同質の魂を持つ存在を殺すことには強い戸惑いを覚えてしまう。たとえこの世界の人々が最初しかし、お前の戦い方は興味深いですね。どんな風に？奇妙な技を使うと思っただけです。下司祭で芝居小屋でもやれば客を呼べるのではないですか？そりゃどうも。
んた、セントリアの下司祭を見たことがあるのか？あれはどっちかといえば庶民のお祭りで、修験学院でも上級貴族出身の生徒は見に行かないやつがほとんどだったけど。私を気取った上級貴族などと一緒にしないでください。もちろん見たことが。いえ、そういう祭りがあると修道士の誰かから聞いたのです。聖豪騎士は任務以外で市井の民と交わることは禁じられていますから。ん？ともかくまた外壁を登るための楔を作れるよう月が空に上がる時まで待ちましょう。なあ、ゴースを生成するにも空間神聖力に頼るしかないものな。こうして俺たちは夕暮れから夜が来るまでここで過ごすこととなった。友情は今頃どうしているのか。考えてみると彼と出会ってからの2年間で会おうと思っても会えない状況は初めてかもしれない。一緒にいる時はそれが当たり前で彼の存在をことさら意識もしなかったが、引き離されると妙に心もとない。アンダーワールドを取り巻く問題をすべて解決し、彼のフラクトライトを現実世界に移行させることができたら、アスナやリーファ、クラインたちに紹介するんだ。俺の剣技を受け継いだ一番弟子にして親友なんだと。その瞬間が待ち遠しくてたまらない。何をニヤニヤしているのですか？いや、ちょっと今後のことなどあれこれ考えて。それであのような緩んだ笑い方ができるのはよほどの楽天家かよほどの愚か者のどちらかですね。この石棚からの脱出さえおぼつかない状況だというのに。壁登りの方は月が登れば再開できると思う。ハーケン、あ、じゃない、くさびさえ作れれば特に難しい作業じゃないしな。得意げに言っていますが、くさびはゴースを変形させるだけ。月光の空間神聖力さえあれば誰にでもできます。この壁登りで最も重要なのは私たちの命綱ともなっているこの鎖です。ま、分かっているよ。君のコテと高度な物質変換術のおかげで鎖が作れたことには感謝しているってば。物質変換術ではなく形状変化術です。どちらにせよ君の新生術には助けられたよ。さすがセルカが尊敬するお姉さんというところ。お前今何と言いました？君には妹がいる、そう言ったんだ。私に妹？話すよ。君が受け入れるかどうかは分からないけど、俺が事実と信じることの全てを。話しなさい。ただしお前の言葉が私をたばかるものだと判断したら、その時点で切り捨てます。構わないよ。俺を切るという判断が
真に君自身の心から出たものならな。なぜそんなことを言うかというと、君の中には君以外の人間に与えられた、しかしそうとは意識がない命令が存在するからだ。聖号騎士の責務のことを言っているのですか？その通り。君の最初の記憶はアドミニストレーターが君に向かって、あなたは天から使わされた神の騎士なのですとか何とか話しかける場面だろ。それは聖号騎士は地上に使わされた時点でステイシア神によって天界の記憶を封じられるからと。いつかダークテリトリーの邪悪な者どもを打ち滅ぼし騎士の責務を全うしたその時には、再び神の国に迎えられ、私の両親や兄弟たちのことを全て思い出せると最高司祭様はおっしゃって。アドミニストレーターの言ったことはほんの一部だけ正しい。確かに君は記憶を封じられている。だがそれをしたのはステイシア神じゃなく最高司祭当人だ。そして封じられているのは天界の記憶じゃなくて、君がこの人の世界で人の子として生まれ育ったという記憶なんだ。ありえません。最高司祭様が私たちの記憶をもてあそぶような真似をなさるはずが。しているんだ。なぜなら君たちには自分たちが連行した罪人たちに関する記憶の一切が存在しないからだ。罪人？そうだ、君は俺と相棒を中堅学院から飛竜で連行した。さすがにそれは覚えているだろう。忘れるはずがありません。私が罪人連行の任務を命じられたのはお前たちが初めてですから。でも聖号騎士ディソルバート神聖室セブンは君のことを覚えていなかったぞ。8年前、自分の手で北部辺境のルーリットの村から連行した幼いアリスのことをな。ルーリットの村、それが私の本当の故郷。デュソルバート殿が私をそこから罪人として連行した。つまり私がかつて禁忌を犯したとお前はそう言っているのですか？君の本当の名前はアリス・ツーベルクだ。果ての山脈にほど近いルーリットという村で生まれ育った。俺の相棒と同い年だから今年で19歳になるはずだ。君が教会に連行されたのは8年前、つまり事件は11歳の時に起きた。君はユージオと2人で果ての山脈を貫く洞窟を探検に行って、洞窟を抜けた先にある人界とダークテリトリーとの境界線からほんの少し外に出てしまったんだ。つまり君が犯した禁忌はダークテリトリーへの侵入。何を盗んだわけでも誰を傷つけたわけでもない。いや、むしろ君はあの時死にかけた暗黒騎士を助けようとして。待てよ、俺はユージオからアリスの話をそんなに詳しく聞いていたのだったか。アリス・ツーベルク、それが私の名前。
ルーリとアテノ山脈、思い出せない何も。君のお父さんはルーリットの村長で、名前はガスフト・ツーベルク。残念ながらお母さんの名前は知らないけど、さっき言った通り妹が一人いる。セルカって名前で、今もルーリットの教会で修道女見習いをしているはずだ。お姉さん思いのいい子だった。教会に連行された君のことをずっと気にかけていた。セルカ、セルカ、思い出せない顔も声も。でもこの名前を呼ぶのは初めてじゃない。私の口が、喉が、心が覚えている。アリス、何度も呼んだ。毎日、毎晩。セルカ、セルカ、本当なのね。私に家族が、父と母と、そして血を分けた妹が、この夜空の下のどこかに。アリス、取り乱してしまいすみません。いや、落ち着いたか。まだお前の言うことを全て信じたわけではありません。しかし、私はお前と話したいことがいくつかあります。この世界について、最高司祭様について。ああ、俺もだよ。一つお前に頼みがあります。それは？この体に本来のアリスの人格を復元する前に、私をルーリットの村に連れて行ってくれませんか。そして物陰からほんの一目だけでいい。セルカの妹の姿を、そして家族の姿を見せてほしいのです。それだけ叶えられれば私は満足です。ああ、約束する。誓うよ。記憶を復元する前に必ずルーリットに連れて行く。絶対ですよ。わかりました。それでは、人界とそこに暮らす人々を守るため、私アリス・シンセシス・サーティはたった今より聖号騎士の使命を捨て、どうした？右目が焼けるようです。それに何か文字が見える。これはユージオと同じ。アリス、何も考えるな。頭を空っぽにするんだ。君に起きている現象は、多分教会に逆らおうとすると発動する心理障壁みたいなものだ。
右目に痛みを発生させて無条件の復讐を誘導しているんだ。そのまま考え続けると目玉が吹っ飛ぶぞ。ひどい。こんな記憶だけでなく意識すらも誰かに操られる。この赤い神聖文字を私の目に焼き付けたのは最高司祭さんなのですか。いや違う。どう思う。この世界を作り外側から観察している存在、創世記には登場しない神たちの一人がしたことだ。聖豪騎士が神の作りたまわた世界を守るため無限の日々を戦い続けても、神は信じてくださらないのですか。私から家族の妹の思い出を奪い、その上このような封印すら施して復讐を強要するなんて、私は人形ではない。確かに私は作られた存在かもしれない。でも私にも意志はあるのです。私はこの世界を、世界に暮らす人々を守りたい。家族を守りたい。それが私の果たすべき唯一の使命です。アリス、キリト、私をしっかり押さえていて。名を持たぬ神よ、私は私のなすべきことをなすためにあなたと戦います。ここは私どう、この鎖はキリト、お前まさか私を背負ってここまで。やだお前、汗びっしょりじゃないですか。私の服にシミが。早く離れなさい。ひどい。右目の封印が解け、気を失ったアリスを背負って俺は95階まで塔の外壁を登り続けた。そしてさっきようやく95階に到達し、行政の暴漏から塔の中に戻れたというわけだ。あの、なんだよアリス。先ほどはその少々言い過ぎました。なあ、さっき目覚めてすぐ離れろって言ったことか。あれは目覚めた瞬間
あまりにもお前が汗びっしょりだったので、つい。それに、あんなに密着されることも初めてで、戸惑いました。もしかして、騎士様が塩らしくお礼でも言ってくれるのか？礼節を欠いた振る舞いは騎士として恥ずべきものですし、ともかくお前の労をねぎらいます。ありがとうございました。いいよ、そんなことより。目は大丈夫か？俺の神聖術じゃ治してやれなくてごめんな。いいえ、今はこの手当てだけで十分です。後で私の神聖術で治します。失われた目を復元するに足る量の酵素を生成するには、現状では空間神聖力が不足しすぎています。ソルスが登るまでは不可能でしょうね。なら何かこういう鮮度のオブジェ、んじゃなくて持ち物を神聖力に変換すれば、あ、それこそその鎧とか。鬼物神聖力を還元する術は、それ自体に少なからぬ神聖力を必要とするのです。学院で習ったでしょうに。痛みはまだ残っていますし、右側の視界も少し制限されますが、どちらも戦えないほどの問題ではありません。しばらくはこのままで構いません。それにもう少し感じていたいのです。私が長年信じてきた氷教会と戦うことを決意した証であるこの痛みを。分かった。もし戦闘になったら右側は俺が守るよ。そういえば、あのユージオというお前の仲間はまだここまで上がってきてはいないようですね。どうして？なぜならこの95階がカセドラルの外部に放り出された私たちが再び内部に戻りうる唯一の場所だからです。それは見ればわかることですし、つまりもし先に到達していれば、彼はお前をここで待っているはずでしょう。なるほど、それもそうだな。念のため彼の居場所を探してみたらどうです？そうだな。システムコール、ジェネレートアンブラエレメント、アドヒアポゼッション、オブジェクト ID WLSS703、 ディスチャージ。青バラの剣の固有 ID をサーチした。何事も覚えておくもんだな。下だ。そのようですね。じゃあ悪いけど急ぐぞ。さっきの暗装術の感じだと友情がいるのは結構下の階みたいだからな。私が先に立ちましょう。道をよく知っていますから。と言っても階段をただ降りるだけですが。そうだアリス、少し聞きたいことがあるんだけど。何でしょう？確か氷教会の上部には聖号騎士団の他に元老と呼ばれる連中がいるはずだったけど、こんな高いところまで到達してもそいつらを一人も見かけないのはどういうことだ？実のところ私たち聖号騎士にすら元老たちの全容については知らされていないのです。96階から上には元老院という区画が存在すると聞いていますが、騎士の立ち入りは制限されていますし。
そもそも元老っていう連中の仕事は何なんだ。禁忌目録です。人界に暮らす全ての民が禁忌目録を遵守していることの確認と監視、それが元老の仕事です。そして禁忌に触れる者が出現したときは聖号騎士を派遣して事態の収拾に当たらせる。2日前、私が北セントリア修験学院にお前とユージを捕らえるために赴いたのも、元老院から指令が発せられたからです。なるほどな。それってつまり元老院は最高司祭の仕事を代行してるってことか。でも用心深いアドミンストレーターがよくそんな高い権限を与えたもんだな。それとも元老たちも聖号騎士と同じように記憶を制御されてるのか。記憶の話はやめてください。今度は左目が痛くなったりしたら困ります。ごめんでももう大丈夫だと思うよ。友情も一度封印を打ち破ってから特に何も起きなかったし。だといいのですが。まさか。大丈夫か。問題ありません。行くぞ。どうにか倒せたの。はい。
面が凍っていますね。これはどうしました？青バラの剣だ。なんという。ああ、間違いないだろう。俺も正直これ、おじさま、今から数時間前、エンハンス、アーマメント、させねえよ。せあ、なに、そいつを剣の代わりにしただと。おじさま、騎士長閣下。これは私もそう思います。元老長はあらゆる人間を石に変えてしまう権限を与えられて、確か術式の名はディープフリーズなら、この3でもどうして。今やおじさまは元老院から降りてくる指示には、しかしかつての私と同じように氷協会によると、これまで永劫の日々を、元老長にいかなる権限があろうとも。おじさま、ディープフリーズを自力で解除しようとしているのか。おじさま、やめて。もよう、ジョーちゃん。おじさま、心配すんなって。それよりそこの俺が300年か、そんな顔、これでもう。そんなこと、おじさまには。嬢ちゃんならできるさ。おい小僧。わかった。お前の相棒はおそらく、おじさ、友情はやはり急いだ方がいい。話したことがあるのか、アドミニスト。一度だ。もう6年前になりますが、召喚主であり、人、見た目には剣は愚か、思いも、あの目、あれ、あの時私は最高被災者、全てを捧げて使えねばならないと私に思わせた。アリス、大丈夫です。おじさまと会えてよ。さあ急ぎましょう。おい騎士長。元老長チュデルキンを吊るし上げて術を解除させるか、あるいは切り捨てれば。
敵がいます。行くぞ。相手なら勝てます。一気に行きます。お疲れ様です。
私たちの勝利です。俺たちは再び塔を登り、96階は元老院と呼ばれる機関。元老たちはカーディナルの言っていた通り、元老もまた新聖術に秀でたアドミニストレーターの仕打ちに激高するアリスだ。アリス。いえ、何も。ただあ、それじゃあ気を…いえ、ほんの…ここを通らないと先に…あれは…なんだ元老長チュデルキン。35、反逆者の片割れと一緒に塔の外。私を番号で呼ぶな。私裏切る気か。てめえら聖護騎士は単なることもあろうに外科を。我らを人形にしたのは氷教会です。強制的な忠誠心を埋め込んで封じられたとはいえ、隣の元老院に踏み込んだ時、元老たちの三日三晩に及ぶ、そのどこぞのクソ田舎から連れてこられた生活規則の抜け穴を見つけ、それでも一生懸命に勉強すればいつか。でもね、新聖術行使権限がたっぷりある。二度とお家に帰れないと知った。そのまま石に変えて私の部屋に。お前今妙なことを言いましたね。今日まるで強制ではない。案外6年前のお前は通常のシンセサイズに必要な内緒の術式を唱えることをガンとして拒みましてね。仕方なく自動化元老どもの任務を一時停止して、お前の大事なものを守る壁を術式でこじ開けさせたんですよ。そのおかげで私もめったにない見せ物をたっぷり楽しめましたけどね。強制シンセサイズの第一段階が終わって、意識を失ったお前を最高司祭芸家のところに運んだものも、何を隠そうこの私なんですよ。そこから先は残念ながら見せてもらえませんでしたけどね。ついに儀式が完了し、聖護騎士として目覚めたお前は、自分が天界から使わされた神の使徒だと信じきってましたよ。他の騎士連中と同じにね。あたしゃ、お前ら騎士どもが天界云々言ってるのを聞くと、もうおかしくておかしくて腹の皮が破けそうに。元老長チュデルキン、あるいはお前も聖護騎士と同じ犠牲者。最高司祭様に人生をもてあそばれた哀れな道化なのかもしれないと。しかしたとえそうであれ、お前は己の境遇を存分に楽しんだようです。ならばもはや思い残すことはないでしょう。私もお前の話はもう聞き飽きました。
この部屋、私この部屋を知っています。ここは6年前聖号騎士見習いとなった私が目覚めた場所。行きましょう。まだ聖号騎士が残っていたのか。確かにあの鎧は言えても、あ、ユージを、まさか、早すぎる。早いって何が。儀式の完了がです。お前の相棒はユージオはすでにシンセサイズされています。嘘だ、そんな。だって君の時は三日三晩かかったって。それは私が必要な術式の詠唱を拒否したからだと元老長は言っていました。つまり術式さえ唱えさせられれば3日の儀式は必要ないということ。ただそれにしても早すぎる。ユージオがおじさまと戦ってからまだ何時間と経っていないはずなのに。そうだよ、ありえない。ユージオがそんな簡単に。これはきっとまやかしの術か何かで。しっかりしなさい。ここでお前が動揺すれば助けられる者も助けられなくなる。助ける。そうです、お前は言ったはずです。聖号騎士に本来の記憶を取り戻させる方法があると。ならばユージオも元に戻せる道理。そのために何としてもこの局面を乗り切らねばなりません。ここは俺に任せてくれ。わかりました。ですが油断しないで。あの騎士はもうお前の知っているユージオではない。ああ、ユージオ、俺のことがわかるか。俺はキリド、お前の相棒だ。ルーリットを出てからの2年間ずっと一緒にやってきただろ。ごめんよ、君のことは知らない。でもありがとう。何がだ。僕の剣を持ってきてくれて。真意の会の。その剣でどうするんだ。君たちと戦うんだよ。それがあの人の望みだから。ユージを、誰かに命令されるまま自分が何者かも知らず、戦う意味さえも分からずに戦うつもりなのか。お前の敵は俺たちじゃない。お前は最高司祭と戦って大切な幼馴染を取り戻すためにここまで。戦う意味なんてどうでもいいんだ。あの人は僕の欲しいものをくれるんだ。僕にはもうそれだけで十分なんだ。お前の欲しいもの、それはアリスより大切なものなのか。知らない、知りたくもない。君のことも誰かのことも嫌なんだ。もう今のは。ユージは覚えてないだろうけど、お前に剣技を教えたのは俺だ。師匠としてまだ弟子に負けてやるわけにはいかない。Yeah.
クライオゾニックエレメントディスチャージ。僕を止めるんじゃなかったのか。どれだけの時間剣を交えているのだろう。この勝負に終わりはあるのか。友情、やっぱりお前は強いよ。いつ追い越されるかとは思ってたけどな。無駄口を叩いたのか。容赦はしない。終わりにしよう。なぜ邪魔をする。バカ野郎、手を出すな。君と友情は共にルーリットの村で育った幼馴染だ。そんな二人を戦わせるわけには。ユージオはアリスに関する記憶を奪われたとは考えるべきでしょうか。ああ、そう思う。最高司祭はシンセサイズの秘技でユージオの最も大切にしている人の記憶を奪ったはずだ。ですが彼は私を見ても何の動揺も示しません。でもだとしたらユージオは一体誰に関する記憶を奪われたんだ。それを二人で確かめましょう。ただ目にするのではなく、剣を交えることで友情を奪われた記憶を刺激できるかもしれません。ああ、分かった。二人で友情の目を覚まさせよう。あの人のために。俺もお前に負けるわけにはいかないよ、友情。約束しただろ、最後までお前と一緒に塔を登るって。
今のは前にルーリットの村で見た。まさか俺とユージを、ハリスは知らない、知りたくない。ユージを、なあそろそろ戻ろうぜ、バレちゃうよ。まだ大丈夫よ、もう少し、もうちょっとだけね。なんだ、二人とも朝から見かけないと思ったらこんなとこにいたのか。一体何をやってたの？バレちゃったわね。3日ばかり早いけど、ユージを誕生日おめでとう。え、これ僕に、こんなすごいもの。お前の兄ちゃんが持ってるみたいな本物には負けるけど、でもこいつは雑貨屋に売ってるどんな木剣よりもすげえんだぜ。本当だ、これ兄ちゃんの剣よりも重いよ。すごいや。僕大事にするよ。ありがとう、二人とも。嬉しいな、こんな嬉しい誕生日の贈り物、初めてだ。おい泣くなよ。思い出したよ、ユージを。俺たちが出会ったのは2年前、あのギガスシダーの前じゃない、もっと昔。幼い頃に俺はルーリットの村で大切な幼馴染と同じ時間を過ごした。ユージを、そしてアリスと。なぜこんなに大切な記憶を俺は忘れていたんだ。北の洞窟への冒険も、アリスが禁忌を犯した瞬間も、そしてあの時、アリスが聖豪騎士に連れ去られる場所に俺もいたんだ。お前だけのせいじゃない、お前だけの責任じゃない。アリスを取り戻す、それはユージオと俺二人の目的だったんだ。やっぱり俺はお前と出会うためにここへ来たんだよ、ユージオ。キリッド、アリス、ユージオ、思い出したのか、ユージオ。ああ、僕も思い出したよ、ユージオ。キリト、リリースリコレクション。ユージオ、なんで。ごめんよキリト、アリス、僕を追ってこないでくれ。ユージオ。意識を取り戻した時、僕は、けど、そうと気づいても、トゲは、おそらくエルドリエの額に、そのトゲからは、最高司祭、やむなく青バラの剣の記憶解放術を発動、トゲの命令に抗いながら戦いを中、
こうして本来の意識を保ち、自分が消えてしまう前に。ほひほひ、5分でも10分でも時間を稼げれば上出来と思っていたら、生きて戻ったとは驚きですね。おやまあ、せっかく芸家に賜った鎧を派手にぶっ壊しちまいましたね。まさか反逆者どもにやられっぱなしで逃げ帰ってきたわけじゃないですよね、32号。反逆者2人は氷の中に閉じ込めてきました。元老長閣下。ほうほう、氷に閉じ込めた。それは結構ですけどね、きっちりとどめは刺したんでしょうね、32号。いえ、とどめは刺していません、元老長。反逆者を足止めせよとの最高司祭様のご命令でしたから。いけません、いけませんね、32号。私を呼ぶときは元老長閣下と言いなさい。閣下ですよ、閣下。次に閣下をつけ忘れたら罰としてお馬さんになってもらいますよ。私を背中に乗っけて四つん這いでハイドーハイドーですよ。おひひひそれでは私も芸家のご命令を遂行してきますかね。教会に立てつく腐れ騎士どもはすぐさまディープフリーズ、これが芸家のご意志ですからね。おっと、お前はそこで待機してなさい、32号。邪魔者がいちゃ楽しめませんからね。最高司祭様。お帰りなさい、ユージよ。ちゃんとお使いを済ませてくれたのね。はい。さあ、こっちにいらっしゃい、ユージよ。約束通り、あなたの欲しいものをあげましょう。あなた一人だけの愛を。はい。でもその前に、もう一度ちゃんと顔を見せてちょうだい、ユージよ。おあつらい向きに記憶の穴があったから、そこにモジュールを挿入してみたけど、横着は良くなかったかしらね。やっぱりまだ少し不安定みたいね。仕方ないわ、シンセサイズし直すことにしましょう。ご褒美はその後でね、ユージよ。体が動かない。変な感じだ。そう、そのままじっとしててね。今からあなたの額に入れたパイエティモジュールを抜き取るから。さあ、取れたわ。このモジュールは完成したばっかりの改良型なの。私と教会への忠誠心だけじゃなくて、イマジネーションを強化するための回路も組み込んでみたのよ。こ
これをシンセサイズすれば効率の悪い訓練なんかしなくとも。その瞬間から真意の力を使えるようになるわ。今のところは初歩的な技に限られるけど。今しかない。あとは体さえ動けば。またあなたの記憶を見せてちょうだい。今度こそ一番大切にしている場所にこれを埋めてあげるから。そうすればもう二度と頭が痛くなったりしないわ。それだけじゃない。くだらない悩みや苦しみ、飢えや渇きから永遠に解き放たれるのよ。さあ、さっき教えた術式をもう一度唱えて。今だ。カーディナルさんの探検をアドミニストレーターに。小道具をどこに隠し持ってたのか。そのおもちゃにメタリック属性を与えたのはちびっこの今の私の肌には、あら、ま、かわいそうな子。せっかく約束し私に全てを差し出せば、そのあなたがずっと求め続けていた永遠の愛。永遠の愛。永遠の。そうよ、ユージよ。私にすべあなたが抱え続けてきた不安や恐れは消えてなくなる。愛は支配し支配す。かわいそうなのはそんな風にしか。何？愛は支配することじゃない。花に水を注ぐように。残念ね。氷教会に反逆した。あなたの救済など必要ない。それが答えなのね、坊や。いいわ。ということ。ダメだ。足にここで諦めたら。いや、何の。早くここを封鎖しないと奴らが。あの悪魔どもが。さ32号、何をしているんですよ。早く下に来なさい。キリト。よ、ユージオ。来るなって言ったのに。俺がお前の言いつけを素直に守ったことがあったか。そうだね。君はいつもそうやって
れが最高司祭アドミニストレーターか。そうです、6年前と何一つ変わっていない。あらあら、この部屋にこんなにたくさんのベルクーリとファナティオは、そろそろリセットする頃は。アリスちゃんはまだ6年くらいしか使ってないわよね。やっぱりそこのイレギュラーユニットの影響ねえ。あなた、私に何か言いたいことがあるの。最高司祭様、栄えある我ら聖豪騎士団は本日をもって壊滅いたしました。私の隣に立つわずか2名の反逆者たちの剣によって、そして最高司祭アドミニストレーター、あなたがこの塔と共に築き上げた果てしなき。
術の感想は。シュデルキンを甘く見ていたようです。残念ですが、あの実体なき炎の巨人は私の花たちでは破壊できない。防御に徹してもそう長くは持たないでしょう。つまりその間に俺たちがチュデルキン本人を攻撃するしかないってことか。その通りです。ジュビ、どうにかして防ぎます。キリト、ユージ、その間にチュデルキンを撃ってください。だけよ、見苦しいから。なんということ。まあ退屈なショーではあったけれど、それなりに意味のあるデータも少しばかり拾えたわね。イレギュラーの坊や詳細プロパティを参照できないのは非正規婚姻から発生した未登録ユニットだからかなって思ってたんだけれど、違うわね。あなたあっちから来たのね。向こう側の人間、そうなんでしょ。そうだ。とはいえ俺に与えられた権限レベルはこの世界の人たちと全く同等で、あなたのそれには遠く及ばないんだけどな、アドミニストレーター。いや、クイネラさん。図書室のちびっこがつまらない話をあれこれ吹き込んだようね。それで坊やは一体何をしに私の世界へ転げ落ちてきたのかしら。管理者権限一つ持たずに。権限はなくても知っていることは少しばかりある。よし。よし。よし。ああ。 Yeah.
残念だわ。よく使えるお人形だったのに壊さなきゃいけないなんて。さあ反撃。ああそうじゃな、人ならぬ身の貴様だけを殺すために200年なんて愚かな、なんてそこに存在する命なるものが、それでもなおそのデータを人間と認識し、いや人だとも食い、アンダーワールドに生きる人々は笑い悲し魂の入れ物が故に誇りちゃうが、一つ条件がある。あら、この状況で今さらそんな効果、さっき言うたじゃろ、戦闘を望むならその哀れな人形の動きを封じながらでもそれほどの負荷がかかれば貴様の心も、別に結果の分かっている戦闘ごときで、でもまあ面倒、その逃がすっていうのはこの閉鎖、今後永遠に手を出すななんてことなら拒否する。いや一度退避させる。まあ私も面白い遊びを、あ、いや神ではなく貴様が唯一絶対ダメだ。これじゃあ俺たちの8年前じゃが、俺たちがやる。だから生きてくれカーディナル。私も同騎士として司祭様、まったく分かった、力を貸そう。僕にユージを、キリト、僕はアドミニストレーターに、まそれなのにその罪を、キリトの言う通りそれだけはダメなんだ。カーディナルさん、僕を、ユージを、僕らがここから逃げたらアドミニストレ、その悲劇を防ぐためのシステムコール。良いのかユージを、元の姿に戻れる。いいんです、これが僕の役目。そうだ、最後に最高司祭に金属の武器は届かない。そうだったの。それじゃあお願いします。ダメだ、やったって、もし元に戻れなかったらお前は。いいんだキリト、そんな。よかろうユージよ、我が術式をそなたの決意に捧げよう。キリト、頼む、ようやく見つけたんだユージよ。分かった、カーディナルが術式を完成させるまで俺とアリスでしのぐ。待ってください、私と二人だけで。大丈夫だ、しかしあなたとユージオのようには戦えません。どうした、声が、声、記憶がなくとも今日ここで、だからあなた、彼女、いいでしょうキリト、彼女の言う通り記憶がなくとも共に騒動
みんな燃え尽きてしまいなさい。そして意志が放つ光、なんて美しい。ああ、そうだな。ああ、本当に綺麗だ。己リセリス、余計な真似を。術式を模倣しようが、そのような貧相な剣一本で私の殺戮兵器に対抗できるはずもない。つまらない悪あがきをしてくれるわね、ちびっこは。せっかくの楽しい記憶に傷がついちゃうじゃないの。でもせいぜいプロトタイプを一つ壊すくらいが限界だったってことよね。あんなものこれから何百何千個と作れるんだもの。あら、まだやる気なの坊や。隙間をつついて私の人形を崩したくらいで随分と強気じゃない。もんか、ユージ、お前は長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったのだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さん、ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さん。膝をつけ、首を差し出せ、標準せよ。違う、世界を。愛は支配なり、私は全てを。
い。まったく意外な結果だわ。ここに残るリソースをかき集めても追いつかない傷を負うなんてね。もう終わりだ。認める。私はこの世界の支配者、最高司祭アドミニストレーター。この私に死などありえぬ。絶対に認めるわけには。アリス、カーディナル。お見事でした。俺たち本当に倒したんだよな、アドミニストレーターを。うむ。ユージを。キリト、よかった。そうだカーディナル、落ち着くのじゃキリト。お主らが守った世界。俺たちが守っキリト泣いてなんかないよ。俺、もしお前が死んだり、だから。大丈夫だよ。それに、君が。当たり前だろ。いつだってこれまでも、これから。うん。こうしていると、毎晩人。ええ。世界は、僕が思っ。ああ。どんな時でも。なんだかキリトの、そうだ、キリトの黒い剣よ。キリトとその剣ならできると思うんだ。夜空の剣。ああ、どうやらユージオにはめ。おい、なんでねえ、君たちはずっと、たとえ記憶を、僕は。ああ、おアリスの記憶と一つ。ええ、彼女アリス、不思議ですね、記憶を。ああ、あの星なんね。あれではないですか。あれとかあの星じゃわかんないって。俺たちはアドミニストレーターを倒し、ただ最終負荷実験を控えている以上、それでも人によって作られた人々の魂が悩み、迷いながらも。キリト、いつまでほうけておるつもりじゃ。お主にはまだやるべきことがあるじゃろ。やるべきこと。こっちじゃ、ついてこい。
ステムコンソール、一体これは。これは外の世界とつながるための道具だ。外の世界。アドミニストレーター、君のことを向こう側の人間だと言っていた。教えてくれキリト、君は一体何者なんだ。俺はアドミニストレーターの言う通り、この世界の人間じゃない。この世界の外側にある別の世界、リアルワールドという場所からやってきたんだ。それじゃあ記憶がないってのは。ごめん、嘘だ。でもどうして自分がこの世界に連れてこられたのか、それについては俺もわからないんだ。だからリアルワールドとつながるこの道具、システムコンソールを目指してここまでやってきた。ユージオ、今まで黙っていてごめん。いいよ、許す。ユージオ、君がどこから来たかなんて僕には関係ないんだ。キリトがいなければ僕はルーリットの村を出ることもなく、アリスを助けるためにここまで来ることもできなかった。ありがとうキリト。こちらこそありがとうユージオ。お前がいなかったら俺もここまで来られなかった。話は済んだかな。問題はまだまだ残っている。来たるべき暗黒界との戦争、そして聖豪騎士たちの奪われた記憶。ええ、そうですね。じゃがまずはキリト、お主の問題が先じゃ。ああ。エクスターナルオブザーバーコール。菊岡さん、聞こえるか？キリト君？キリト君なのか？久しぶりだな、菊岡さん。なんてことだ、記憶がロックされていないのか。俺はこの瞬間を待っていた。あんたとは話さなければいけないことがたくさんある。菊岡さん、あんたのしたことは。キリト、これキリト。カーディナル様、一体何が。わからん。肉体への傷はおろか、天命の現象も一切ないようじゃ。キリト君、返事をしてくれ。お主、キリトに何をしたのじゃ。君は。わしはキリトの友人じゃ。お主がキリトに何かしたのではないのか。いや、こちらからは何も。そうか。キリトはお主と話している最中、いきなり倒れたのじゃ。なんだって、キリト君は無事なのか。生きてはおるが、呼びかけに応えん。至急、原因をこちらで調べてみる。あなたがキリト君の友人だというのなら、キリト君の体を安全な場所で保護してほしい。無論じゃ。それでは、一度切らせてもらう。話は聞いておったな。ひとまずキリトの体を安全な場所に移す。それからどうするんです。キリトが倒れる直前、何らかの神聖術が行使されたのを感じた。もしかしたらアドミニストレーターがシステムコンソールに罠を仕掛けていたのかもしれん。まずはキリトに何が起きたのかを調べるところからじゃ。ユージよ、手を貸してくれんか。はい、私も付き添います。いや、アリスには他にしてもらうことがある。何でしょうか。氷教会の混乱した状況をこのままにしておくわけにはいかん。チュデルキンとアドミニストレーターの死、そして奴が進めていた計画、それらを聖豪騎士に伝えた上で組織を再建する必要がある。
わしが最高司祭という立場を使って事実を伝えることも可能じゃが、それでは半ば無理やりに理解させるようなものじゃ。仲間である聖号騎士の口から事実を伝え、個人に判断を任せるべきだとわしは考えておる。無論全てを伝えることだけが正しいというわけではない。時には伝えないことで相手を救う場合もある。誰に何を伝え、誰に何を隠すのかはアリス、お主に任せる。わかりました。まずはおじさま、ベルクーリ閣下のところへ行こうと思います。騎士長か。はい、あの方ならきっと正しい判断をしてくれるはずです。わかった、頼んだぞアリス。その後おじさまを目覚めさせ、聖号騎士様、あなた、キリトを探していると聞きました。ええ、そうよ。何者ですか？ここはセントラルカセドラルの敷地内です。許可なく侵入することは許されません。私の名前はアスナ、あなたの敵ではないわ。それは私が判断することです。あなたは空から舞い降りたと、一体どこから来たのですか？驚かせてごめんなさい。本当は直接キリト君のところに行きたかったんだけど、あなたがキリト君の居場所を知っているのならお願い、彼に会わせて。キリトは今他人に会えるような状態ではありません。それは知っているわ。あと私はキリト君にとっての他人じゃありません。少なくともあなたよりは親しい間柄よ。それを信じろと。ええ、信じてもらうしかないわ。それでもダメなら力ずくですか。キリトに会うには複数の聖号騎士を倒し、このセントラルカセドラルの塔内へ進む必要があります。あなた一人でそれを試みるのは無謀だと思いますが。たとえ無謀だとしてもやるわ。キリト君を救うためなら私は何だってする。そのためにこの世界へ来たんだから。この世界へ。まさかあなたキリトと同じリアルワールド。倒れる直前キリトに。それなら話が早いわ。私を今すぐ彼が陥っている状況が分かったの。うまくいけば。分かりました、ありがとう。ところで、あなたの。私はアリス。アリス、どうかしましたか？いえ、何でもないわ。ここです。アリス。キリトの様子は？ダメだ、倒れた時と変わらないよ。そちらは？彼女はキリトと同じリアルワールドから来たそうです。彼を回復させることができるかもしれないと。キリト君、ようやく会えた。大丈夫、私が必ず助けるから。もう少しだけ待ってて。
はじめまして、アスナ。わしはカーディナルじゃ。アスナとやら、キリト、わしの方でもいろいろと調べてみたんじゃが、キリト君が倒れた理由はフラクトライト。それによって魂の中心にあるセルフイメージと呼ばれるものが。セルフイメージとは？それは意思決定を行う場所で、主体を。ええ、少し難しいけれど、自分そこが喪失してしまったことで。なるほど。主体、自我、私という人間は、つまりわしらからの接触や呼びかけに対。そのようです。ふむ。アドミニス、中には人格を喪失してしまう引き。しかし、そのような状態のキリトをどうやってか。私たちはキリト君が倒れてから彼の状態をリアル。その中で何度かキリト君の魂が活性化する瞬間を確認できたわ。私たちはどんな時に魂が活性化するのかを調べて、そしてアリスさんとユージオ君。僕、一体二人がキリト君に触れた瞬間、彼の喪失。なぜそのような現象が。接触によってそれが起きた理由は、おそらく二人がキリト君に関する記憶を持っているからだ。キリトの。ええ、二人の持つキリト君のイメージ、キリト君の失ったセルフイメージを保管して、他者の中にあるキリトの情報がキリト。それじゃキリトに触れ続ければ。それは難しいみたいなの。セルフイメージを回復させるにはキリト君に関。アリスとユージオが知るキリトがキリトの全てではないという。はい、完全に回復させるには。しかしキリトはこの世界の住人では。ええ、だからリアルワールドから彼の友人たちがこの世。彼女。よかった。リアルワールドからの来訪者たちをこの場所へ導。おそらく彼女たちは私が出現したのと。まさか。どうかした？いえ、別に。僕も行くよ。わしはここでキリトを。あ、見て！来た！あの者たち。待たせてごめんね、アスナ。シリカちゃん、リズ。よっ。お兄ちゃん。大丈夫よ、リファ。すぐ。違うんです、危険な状態のお兄ちゃんを見るな。けど、いざこうして見る。まあ気持ちはわかるわ。意識がないという。まあ確かに。どうかしまし。いや、外の世界のキリトもこの世界で僕が出会った。こっちでもキリトは寝てば。そういえばカセドラルの外壁にある狭い足場でさえ、キリト君はどんな場所でもキリト。まったく危機感がなすなよ。キリトを回復さ。全員でキリト君に触れ。それだけ？そして強く念じる。そうすれば、また。では早速始め。カーディナルさんも手を出して。わしは役に。キリトと過ごしたのは。共に過ごした時間なら。そうですよ、あなたはキリトと僕をここまで導い。つまりカーディナルさんはキリトにとって大切な。さあキリト。どうしてなんだ、なんで。人数が足りな。アスナ、キリトと親しい人間を。それは STL、 この世界に入るための道具の。六本木にある2台は私とリズさんが使っています。オーシャンタートルには4。お兄ちゃんとアスナさん、私とシノンさんで全部。
どうする？キリト君の回復が終わったタイミングで日傘連絡ってどういう STL を介して直接何にせよ何もしてあげられない。何やらセントラルカセドラル内がアドミニストレーターの死が修道士たちにそれはありえません。最高司祭様の死は聖豪騎士以外おそらく暗黒界との戦いに聖豪騎士やこの絵兵たちが動き始めたのか。みんな聞いて、比嘉さんからのやっぱりキリト君の。そして必要なのはアンダーワールドで。なぜアンダーワールド。比嘉さん、アンダーワールド。はい、キリト君の人格はアンダーワールドの経験に。だからアンダーワールドのアリスさん、ユージョン君。聖豪騎士、キリトと戦った者。僕が思いつくのはロニエとティーゼ。ユージをすぐに呼んできましょう。うん。待って、比嘉さんが何か。誰かがキリト君の魂に直接触れているわけではないから、あくまでも正体がわからないから比嘉さんは接続。一体何者でしょ。場所はこの一番上。最細かい座最上階の上というより天井。アズナさん、その人信頼できる相手の。その人の名前はアリス。私ではありません。そして僕とキリ。場所で俺キリトという人間は何をすべきなんだ。わからない。キリトという人間が俺には。なら私が教えてあげる。大丈夫ですよ、カーディナルさん。キリトはすぐに。
弟はどうなってるんだろう。怪人の攻撃とは。心配かけてごめんな。あんたが周囲に心配かけるのは今に始まったことじゃないわ。シノ。とはいえ回復できて本当によかった。みんながここに来て。キリト君、私たちがいること。眠っていた時も少し大人。アスナ、謝らないで。もうシリカ。キリトさんは目覚め。キリトはちゃ、あなた、お帰りな。ああキリト。長い睡眠。ユージは突然倒れたから。私はそこまで。アリスだってユージをほどで。どうしたんだよ。決まっておる。それよりキリ、結果として。それよりあの子、うん、それについてはまずわしが調査する。そうだ、比嘉さんとなら話せるよ。比嘉さん、キリト君、どうしたんだ。あの木が現れて慌ただしくなる直前。それは変だな。俺が回復したことも確認できるはずだし。キリト君と直接話をするために一時的に、もしくは通信できないような何かが。いや、考えすぎかな。ちょっと待って、外の世界で操作してもらわないとログアウトできないんですよね。強制的にログアウトする方法はあるけど。やめた方がいい。それじゃあラスの人がログアウトしてくれるまで。ごめん、私がみんなの名前を聞く。アスナが謝ることじゃないわ。そうです、ありがとう、みんな。では、お主らはもうしばらくこの世界に。はい、そうなります。まずは聖剛騎士たちを探す。そうじゃな、キリト。もちろん。セントラルカセドラルを覆う木、なるべくあれに。危険じゃ。それならばわしだけで向かう。いや、俺も。キリト、俺を連れて行くことに何か意味が。ああ、それじゃあ行こう、カーディナル。
はり。カーディナル様。キリトよ、感じぬか、あの木が。何なんですキリト。アドミニストレーター。何、確かにあの木から感じるんだ。恐ろしいまでの生への執着、奴が抱え。しかし最高司祭様は倒したはずです。ああ、そのはずだ。確かにこの…じゃが真意が残っている以上、アドミニストレ…あ、奴がどういう状態で、どういう意図…友情…また…アリス…もう一度…うん、そのためにはまた再…飛行術を使えば最上階に直接近づく。アドミニストレーターの真意をまとった木か。け、そうじゃな。あの、お取り込み中っぽいけど。私たちアンダーワールドの状況について。アドミニストレーターというのは一体何なんでしょうか。騎士長、ただいまも…おう、エルドリエ。と、ジョーちゃん、無事だ。はい、おじさまや。死傷者が出なかったのは奇跡だ。と、ああ…カセドラルの…あ、エルドリエはずい…いや、す…悪いな、お前らを認めない騎士…もちろん分かっている…そうですね。話が早くて、まあ、アリスのジョーちゃんと分かり合えた。とはいえ、面識のない騎士もいるだろうし。おい、シェーター、レンリー。シェータシンセシス12。俺はキリト。うん。この黒百合の剣よ。すみません。彼女はカセドラルの元老院で凍結されていた聖護騎士。同じ凍結中とはいえ、シェータと他の聖護騎士では、シェータだけは何とか目覚めさせることができたが、他の騎士は、あの騎士。そうか。それでこっちは、レンリシンセスツエミキリトです。よろしく。あれ、何とか。どうかしたの？僕の顔に何かついてる？あ、いや、なんでもないんだ。え？ちょっとキリト、初対面の人にいきなりそんなこと言うとびっくりされるよ。え、だってどう見てもお前に似てるじゃないか。そんなに似てるかな。僕よりレンリさんの方が。ユージは洗練され…それぐらい知ってるよ。親友…もう話の流れを止めるのはいいか。ごめんなさいレンリ殿、あの二人はずっとあの調子な…いえ、僕は…こいつもシエタのように凍結されていたんだが、彼女よりも前、お前とユージを迎え撃つために
戦国史を増やそう。とはいえ完全に覚醒するのが遅すぎました。いや悪い、攻める気はないんだ。まあはい。それで彼女たちは、アスナと言います。聖護士。え、そいつはよかった。あとこのガキは、随分と不遜な物言いじゃんな、ベルクーリ。まさかあんたがそうなのか。もう正しい認識じゃが、わしの立場に関し、立場、ここにいる者以外にはアドミニストレータの、ああ長期の推では、わしが最高司祭を名乗るべきではないじゃろう。まあいわゆる、そこでじゃ、当分はわしのことを。あんたはそれでいいのか。構わん、わしにあの女ほどの執着心はないのでな。これでひとまずの紹介をすなら、早速この時カセドラルシダ。カセドラルシダってのは、まあ近くまで行ってきた。おお、なら聞かせてくれ。カセドラル、破壊が困難となると一体どのように対応。地道ではあるが、カセドラルシダーの調査はもちろんだが、飛竜の剣も含めて。飛竜の剣。ああ、カセドラルシダーが出現、飛竜に乗った何者かが南帝国へと。飛竜に乗っていったってことは、いや、聖護騎士は全員揃っている。飛竜を奪ったのは、聖護騎士だけが乗れる飛竜が奪われるなんて。あ、そっちは後回しだ。まずは王都の混乱を抑えよう。ああ、もちろん。突如現れたカセドラ、俺たちは聖護騎士と共に対策、そして王都が以前のような落ち。ベルクーリ、聖護騎士の中からカセドラルシダーの問題。そいつは難しい。本来の任務である果ての山脈の警護、暗黒界との戦争に備え。ああ、実戦経験のないこの衛兵をそのまま戦争に送り出すわけにはいかねえからな。王都に常駐させる騎士も必要でしょう。今すぐカセドラルシダーの調査に回せるとしたら。わかりました。うむ、心強い。カーディナル、俺とユージョにも手伝わせてくれよ。今度こそ彼女を取り戻すには、カセドラルシダーの問題を解決するしかないからね。私たちも力を貸します。ラースからの連絡がない以上、ここに留まるしかありませんし、何よりキリト君をまた危ない目に遭わせるわけにはいきませんから。そうか、みんな助かるぞ。これだけの人数がいればひとまずなんとかなりそうだな。騎士長殿。どうした。魔獣が現れました。魔獣が、まったくこの状況で。騎士たちで対応できないのか。いえ、それが発見された魔獣はこれまで出現した魔獣とは異なる特徴でして、攻撃を仕掛ける前に状況を騎士長のお耳に入れておくべきかと思いまして。場所はどこじゃ。王都にほど近い南帝国の領地です。考えたくはないが、まあ、それなら早速俺たちで対応するよ。騎士たちは、お、ああ頼む。キリト、クレグ、
俺とユージオは聖号騎士になるため鍛錬に励んでいたが、そして記憶を失い死闘の中自らを、俺の手はどうにか親友に届き、だがその後カセドラルシ、またカセドラルシダーはアドミニ、そんな状況の最中、南帝国での魔獣目撃情報が舞い込み、遅いです。もうあと少し遅ければ置いていくところだったよ。ごめんごめん。でも俺は知ってるぜ、ユージオ君もアリス君も俺を置いていったりしないってな。まったく。ほら早く行きますよ。ああ待ってくれ。何です？もう一度約束しようぜ。そうだね、やっぱり僕たちはいつだって3人一緒だよ。ああ、またここから始めるんだ。ほらアリスも。はい、誓いましょう。よし、それじゃあ改めて、俺たち3人は生まれた時から死ぬ時まで一緒だ。何があっても離れない。約束だよキリト、アリス。ああ、
大丈夫だよ。
ねえ、少しいいですか？
るほど。なるほど。Thank you.